国の重要文化財に指定されている柏倉九左衛門家に来ています。目の前の畑ご覧ください。今まさに見ごろを迎えている紅花が2000本以上咲き誇っています。綺麗ですね。オレンジ色が鮮やかでとっても綺麗なんですよ、うん、ここからは観光ガイドの大津さんに案内していただきます。大津です、よろしくお願いします。大津です、よろしくお願いします。お願いします。ここ中山町は紅花の栽培が盛んなんですか。はい、はい、他河北町だ、河北町、山形、それから白鷹町の方が作付面積は大きいんですけれども、ここ中山九左衛門家では紅花と柏倉住宅、そして裏山が一体となっている景観が良いというふうに言われております。文化的にも認められてるんですよね、はい、で九左衛門家では400キロの紅花が栽培されてた。紅花は日本遺産の認定、九左衛門家の要素の一つともなっております。よろしくお願いいたします。明日からの紅花祭りはどんなお祭りなんですか。はい、10年ほど前、紅花畑が復活して、紅花祭りが開催をされています。はい、紅花の資料の展示や紅花染めの体験などを行っております。私実際に今日紅花染め体験してきたんですけれども、おすごい、先ほどの紅花オレンジ色の一色が、はい、染める素材によって、はい、出てくる色合いが全然違うんですよ、はい、とっても面白かったです。あ、そうですか、はいはい、1枚のスカーフに600個ほどの花が使われるそうで、もうとても贅沢な染料でした。こちらの体験は15分ほどで、こう見る見るうちにこう綺麗な色が染まるみたいで、もうとっても美しいスカーフが出来上がりました。はい、色鮮やかですね、綺麗ですね。お、実際に体験したのこちらです。どうですか、似合いますか。おお、いいですね、似合ってます。似合います、かわいい、ピンクに黄色、はい、こちらの体験はこの黒部の先にある柏倉正門家で体験することができます。そしてお隣に柏倉喜作家、ここでは紅花を使った食べ物と飲み物があるんですね。今回は特別にご用意していただきました。はい、メニュー考案の斉藤さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは色鮮やかなお団子ですか。何ですかこれ。はい、そちらは紅花を使った玉こんにゃくになります。玉こんにゃく、はい、紅花の色と風味を生かすために白だしを使っています。オレンジ、早速いただきます。珍しいですね、黄色な、あ、見たことない、いただきます。優しい味わいなので、かすかに、ほんのりなんですけど紅花の香りがしてきます。綺麗ですね。いいですね、続いてこちらは何ですか。はい、そちらは紅花ソーダです。生姜と3種類のスパイスを使ってさっぱりとした味わいに仕上げています。見てくださいよ、オレンジ、黄色も色鮮やかなドリンクです。いただきます。グラデーションみたいになってますね、うん、あ、ジンジャーがジュワッときて、あ、香りもします、美味しいです。これは飲んでも見た目も爽やかでとても素敵ですね。さらに今回は新しいメニューがあるということで、はい、今回は、紅花を使ったタコライスを考案しました。ぜひ食べに来てください。どんな感じなんでしょうね。このお祭りグルメだけではないんですよ。実際に九左衛門家に入っていきます。はい、どうぞご案内いたします。門も大きいですね、はい、これ長屋門と言います。目の前が住宅ですね、はい、このな、九左衛門の魅力というのは、はい、材料もいい材料を使われている、はい、そして腕のいい職人さんたちが建てた住宅となっています。わー、広いですね。職人の手のかかった住宅です。お庭もとても素敵ですね。そうですね、上座敷、下座敷から見えるお庭、それから特別なお客様がする前蔵から見えるにはというふうに分かれております。角度によっても、はい、いろんな楽しみ方がありますね。風情ある。ここは普通のお客さんが入れない蔵座敷の門でございます、はい、どうぞここからお入りください。わあ、素敵。はい、ここがズッカーです。大きな、はい、これは何ですか。今回紅花祭りで、ね、特別展示してます。ヤギという
ヤギ、はい、夜あの布団の代わりですね、お客様が布団の代わりに使われる紅花染めのヤギです。やっぱりそうですよね、はい、そうです、この鮮やかさは。これも紅花染めで、はい、紅花染めです。すごく光沢、ツヤがあってとっても綺麗ですね。はい、そうですね。それからこの座布団もセットになっております、はい、これも紅花染めです。何度も染められて、はい、職人の手がかかってるんですね。そうです。こちらも今回の展示で、展示です、ね、特別展示、はい、特別展示というものであります、はい、ではイベントの紹介です。紅花祭りは明日と明後日、久左衛門家をはじめ4つの会場で様々なイベントが開催されます。子どもから大人まで楽しめるイベントとなっております。中山町でお待ちしてます。